こんばんは、プラネットです。想像力が未来の世界を作り出す。優れた SF 作品の指標の一つとして、その作品で描かれた未来が将来的に現実世界で達成されるということがあります。今回は未来を予言していた SF 映画というテーマで、そんな SF 映画を紹介していきます。1. ブレインストーム。監督は2001年宇宙の旅で SFX 等を担当したダグラス・トランブル。主演はデッドゾーンなどでも演技が光るクリストファー・ウォーケンです。映画の題名にもなっているブレインストームは一種の装置です。他人が体験した記憶や感覚などをデバイスへ記録し、別の人間が実体験することができる知覚伝導装置という定義がされています。つまりこれはまるで VR 機器のような装置であり、40年前以上も前から VR 機器に類似するものが想像されていたのです。作中では記録された死の瞬間を体験するシーンも登場します。補足として、作中において、当初はヘルメットのような大きい形だったブレインストームは、小型で軽量化されていきます。今後、メタ社の、メタクエストなどの VR 機器も、同じような変化をしていくのではないかと、考えています。2. マイノリティリポート。監督は、E.T. や、未知との遭遇などで知られる、スティーブン・スピルバーグ。主演は、ミッション・インポッシブル、などで有名な、トム・クルーズです。殺人を事前に予知できるシステムが実用化され、殺人発生率が 0% になった、近未来が舞台です。この映画では、未来で実用化されている技術が、多数登場します。スマートフォンやタブレットに似た小型情報端末。網膜認証、または光彩認証の描写。これらは現在、当たり前のように、身近に存在する技術です。また、音声認識で部屋の電気がつく描写も登場しますが、例えばアマゾン社のアレクサのように、今では実用化されている技術です。印象的なシーンとしては、ホログラムの仮想ディスプレイを操作する場面がありますが、これもすでに存在する技術です。実は、映画の主題でもある、殺人予知システムに近いものもすでに実現され、アメリカの警察などで運用され始めていると、言われています。3. ブレードランナー。監督は、エイリアン、などで知られる、リドリー・スコット。主演は、インディ・ジョーンズシリーズなどで有名な、ハリソン・フォードです。高い知性を持つ人造人間、レプリカント、が主題の映画となっています。ブレードランナーにおける未来の描写は、マイノリティ・リポートほど正確ではありません。羽のない、空飛ぶ自動車などは、地球において、実現する可能性が低いと思われます。そんな中、作中の街のデザインは、新宿の歌舞伎町にインスパイアされて、制作されたと言われています。街の中でも印象的なのが、街に溢れる 3D 広告です。例えば、歩き出す人間のホログラムなどが描写されていますが、これに似たものは、日本の、クロス新宿ビジョンでも実現されています。また、高層ビルの立ち並ぶ姿は、現代の都会を彷彿させます。4. メトロポリス。監督は、オーストリア出身のフリッツ・ラング。2026年の未来都市、メトロポリスを舞台にした、二極化した階級社会を描いた映画です。100年近く前に制作されたにもかかわらず、世界で初めて人間型のロボットである
アンドロイドを描いた映画です。また富裕層と貧困層の二極化や資本主義と共産主義の対立などテクノロジー以外の要素でも未来の世界を描いたと言えるでしょう。当時からすれば遠い未来である現在、人型アンドロイド自体は実現されました。しかし人間のような知能を持つアンドロイドは未だ実用化に至っていません。果たしてアンドロイドが心を持つことはあるのでしょうか。5. コンテイジョン。監督はオーシャンズイレブンなどで知られるスティーブン・ソダーバーグ。高い確率で死をもたらす感染症を題材にした映画です。コロナウイルスの蔓延とパニックに陥る社会の様子を見事に予言していたと感じるような映画です。無症状での感染拡大や医療従事者の感染などウイルスに関する描写だけでなく、誤った情報をインターネット上で広めるブロガー、市民の不安を煽るテレビキャスター、都市封鎖や市民による商品の買い占めなど実際に起きていることばかりが予言されています。驚くべきはウイルスの発生源の描写です。中国に生息するコウモリを媒介に豚へと感染し、その豚を調理したコックが手洗いをせずに人と握手したのが最初の原因として描写されているのです。コロナウイルスにおいては野生のコウモリが原因という説が高いとされており、この一致はまさに予言めいていると言えるでしょう。制作においてコロンビア大学の感染症専門医チームが医療知識の監修を務めていたそうです。リアリティを持った予言のようなストーリーはある意味当然だったのかもしれません。 6. アキラ。監督の大友克洋による漫画を原作としたアニメーション映画です。第三次世界大戦後の2019年における新首都のネオ東京が舞台になっています。驚くべきは2020年に東京オリンピックが開催されるという看板の描写が登場することです。看板には開催まであと413日という情報と中止だ中止という落書きがされています。現実世界における2020年の東京オリンピックの開幕から413日前は五輪招致の裏金疑惑で当時の JOC 会長が退任し中止の声が上がっていた時期です。実際に京都大学の学生によってこの看板が再現されました。さらに原作漫画内に描かれた WHO 伝染病対策を非難と書かれた新聞記事も話題になりました。伝染病の蔓延と WHO による日本への批判もコロナウイルスの際実際に起きたことです。しかしこのような一致も単なる偶然だけではないようです。アキラは大友克洋によって昭和の世界をイメージして制作されました。2020年の東京オリンピックは1964年の東京オリンピックから、伝染病の蔓延はエイズから連想されたそうです。現代社会は人々の混乱なども含め昭和の時代から進化できていないのかもしれないと思わされます。 7.JM。 監督はアメリカ出身のロバート・ロンゴ。主演はマトリックスで有名なキアヌ・リーブスで北野武も出演しています。超機密情報を脳内へインプットし安全に運ばなければならない近未来の運び屋のストーリーです。主人公であるジョニーの頭に埋め込まれているのは通称黒い王冠と呼ばれる神経衰弱症候群の治療薬に関する情報です。
ファーマコムという巨大製薬会社は、薬で収益を上げ続けるために、ヤクザを雇い、ジョニーを追いかけるのですが、この病の原因は、実は機器から発せられる電磁波なのです。とても暗喩的なこの設定は、そのまま現代社会を表しています。例えばコロナウイルスが広まった際に、ワクチンに関するデマが広がりました。ワクチンにマイクロチップが埋め込まれている。5G の電波がウイルスの拡散を促進している。というような陰謀論です。多くの場合、陰謀論はインターネット上の投稿から生まれます。映画で登場する黒い王冠を陰謀論に置き換えると、インターネットへの接続が陰謀論という病を生み出しているとも言えるのです。8. ネットワーク。監督はオリエント急行殺人事件などで知られるシドニー・ルメットです。視聴率に踊らされて狂っていくテレビ番組を強烈に風刺した映画です。報道番組のキャスターであるハワードは視聴率低下によって解任が決まり、それに伴うノイローゼでうつ状態に陥ってしまいます。そして、翌週の公開自殺を生放送で予告したため、苦情の影響もあって、即時解雇を宣告されます。しかし、長年の友人である、ニュース部門の責任者、マックスによって、番組を任されることになるのです。神から啓示を受けた預言者として、ハワードが世間に対して怒りをぶちまける番組は、驚異的な視聴率を記録。これに味を占めたテレビ局は、テロリストの犯行ビデオなどを材料にした新番組を制作し、さらに過激な方向に進んでいく、というストーリーになっています。この映画が予言しているのは、視聴率優先でおかしくなっていくテレビ番組だけではなく、正確な情報よりも、利益を優先するマスメディアのモラル崩壊です。また、再生回数を増やすためにモラルを無視する YouTuber や、暴露動画なども、同じような現象として示唆されています。ちなみに、狂気のニュースキャスターを演じた、ピーター・フィンチは、アカデミー賞主演男優賞にノミネートされました。しかし、その直後に心不全で急死してしまい、アカデミー賞史上初の死後受賞となりました。9. 月世界旅行。監督は、フランスの、ジョルジュ・メリエス。ジュール・ベルヌによる原作の小説は、1865年に出版されました。大砲で打ち出された、カプセル型宇宙船で月へ向かい、地球へ帰還するストーリーです。この映画は、有人月面着陸を予言していました。1969年、人類史上初となる、有人での月面着陸は、アポロ11号によって達成されました。その100年以上前から、人類の月面着陸のイメージは、構想されていたのです。アポロ11号の司令船は、コロンビア号、と名付けられていましたが、実は、原作小説において宇宙船は、コロンビアド号、と名付けられていたのです。さらに、宇宙船内が一時的に無重力状態になることも、原作小説内において、示唆されています。10. 2001年宇宙の旅。最後にご紹介するのは、2001年宇宙の旅、です。監督は、時計仕掛けのオレンジ、などで知られる、スタンリー・キューブリック。60年代の映画としては、脚本、映像、撮影、編集技術、デザインなど、あまりに先進的で、今見ても圧倒されます。制作には、NASA の協力があったとも言われており、当時の技術力の高さを思い知らされます。この映画の公開後に実現された技術も非常に多く、
SF 映画の枠を超える名作です。まず、宇宙ステーションです。映画内では、ランニングできるほど広い船内のスペースが描かれていますが、世界初の宇宙ステーションは、ソ連のサリュート1号によって、1971年に実現されました。その後、1973年には、アメリカのスカイラブ1号などが、続くことになります。続いて、この映画では、タブレットにそっくりの端末も登場します。本作の設定は2001年ですが、現実世界では、2007年に iPhone、2010年に iPad が発売され、現在では当たり前のように普及しています。さらに、テレビ電話や、飛行機内での個人用テレビ、人工衛星など、当時は存在しなかった数多くの技術が、映画内で登場します。また、人工知能、HAL-9000についても、注目すべきポイントになります。人間よりも冷静で確実、時には冷酷な判断を目下し、読心術を兼ね備え、チェスをプレイし、芸術に関する見識を持ち、船内の電子機器の状況などを常に把握する高性能な AI システム。ここまで高性能な AI システムは、現在でも実現されていません。しかし、ChatGPT など、ある程度であれば臨機応変に対応できる AI は登場しており、実現される可能性もあると考えています。2001年宇宙の旅は、先進的なテクノロジーとの付き合い方に対する警鐘を鳴らす作品という見方もできます。どういった場面で AI を使うべきなのか、そして使わないのか、ということは、今後、さらに検討されていくべきだと思っています。まず、未来のイメージがあり、その後で技術が追いついていく、という順番で、人間社会は進んできました。今後、私たちの想像を超えるような SF 映画や技術が生まれるのか、楽しみにしていきたいと思っています。今回は、未来を予言していた SF 映画についてのお話でした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。